こんにちは、KZP プラスです。現登場のリアルクイーンにレベル25が追加されましたので、挑戦していきます。敵はこれまでのレベルよりも強くなりましたが、ギミックは同じです。カウントレイのターンにタームを2匹出現させます。この次のターンにリアルクイーンに麻痺を入れるのがギミックです。クジンシーと状態異常を入れるタイミングが違うのに注意。クジンシーはカウントレイのターン、リアルクイーン、ハカウントレイの次のターンに状態異常を付与します。出現したタームにもカウントがあり、このカウントが0になると状態異常を解除されてしまいます。麻痺で動きを止めたリアルクイーンも行動するようになります。カウントレイになる前にターム2匹を倒すのがこの戦闘の進め方の優先事項になります。リアルクイーンのカウントが0になった時にタームがまだ生存している場合は、そのタームを捕食し、ヒットポイントを回復してしまいます。結構な回復量なのでタームは倒しておくべきです。テンプレートはここまでです。武器種ごとのキャラ紹介に移ります。体術です。基本的には湧いて出るターム2匹を倒すことを優先的に考えたいため、全体攻撃技のあるキャラを優先的に選出します。麻痺ばかりはメテオスボームを継承したアポロンに任せます。また、アポロンはハイドヒールでの回復係としての動きも期待できるので良いです。麻痺攻撃時以外は、精神バフのおまけがついているマリシャスパンプキンを使うのが良いかなと思います。リアルクイーンは、毒などの状態異常攻撃もしてきますから、なりますもんね。続いて選出したのは女神。最新のスタイルに女神の心臓を継承して回復係も兼務してもらうつもりだったのですが、なぜか、間違って稲妻を継承してます。なんてこったい、稲妻に麻痺でもついてると思ったのかな？本来は回復術を継承した方が良いと思います。詩人無双が全体攻撃なので、タームが出現している時はこの技を使います。リアルクイーン単体の時は天神正宗と現行刀で攻撃します。3人目に選出したのはラゼム。両名工業戦で味方の防御をアップさせます。これだけでもかなり強いのですが、慈悲の光で味方全員のヒットポイントも回復できるのも強みですね。追撃のリリースゾーンも精神バフが乗るおまけがついてますし、文句の付けどころがない。ただ単体攻撃ばかりなのでタームの排除は他のキャラに任せることになりますね。4人目は、神。強化力のアタッカー。なのでもう外す選択肢はなかった。でもこちらも強力なのは単体攻撃なんですよね。それでも粛清はランダムターゲットなのでタームが出現している時は攻撃がばらけていい感じになることも期待。きらめきで DP を貯めて粛清のいつもの王道パターンでいきます。ラストに選出したのはライザ。こちらも強力なのは単体攻撃のデンジャラススープレックスコンボなんですよね。ランダムターゲットなのでうまくターゲットがばらけても面白いかなとも思ったんですが、やっぱりリアルクイーン単体の時に使いたい。通常攻撃や景気盤で DP を貯めてデンジャラススープレックスコンボってパターンですね。人間女とか他にも強力な全体攻撃を所持しているキャラもいますし、体術は人材が豊富なので選出には嬉しい意味で迷わせてくれますよね。それではこんな感じで進めますので、見ていきましょう。
クリアできました。やっぱり体術は幾分の余裕を持って、クリアできるくらいの力があります。技演出もかっこいいのが多い。ということで、今回の動画はここまで。ご視聴ありがとうございました。Thank you.